大名塚古墳は、三重県津市野の町創生にある古墳。形状は円墳。大名塚古墳群を構成する古墳の一つ。津市指定史跡に指定されている。三重県中部、京鏡江登録の消毒立給料上に築造された古墳である。周辺では北側に2号墳、北西に3号墳が分布する。1903年に所有者らによる発掘がなされている。 噴景は円形で直径23メートル、高さ4メートルを測る。噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南西方向に開口する。石室全長8.95メートルを測り、市内引いては中、勢い地域では最大規模の石室になる。石室内からは明治期の発掘で、 多数の副葬品が出土しているが、現在ではその多くが散逸している。築造時期は古墳時代後期の6世紀後半頃と推定され、6世紀末頃の追葬が認められる。古墳域は1998年に旧和農町指定史跡に指定されている。石室現出主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南西方向に開港する。 石室の規模は次の通り。石室の石材は付近で産出する黒雲母マ魔ン、黒雲母加工岩である。石室の一部が崩壊しているため、本来の石室前兆は若干伸びると推測される。沿道は開口部に向かって若干広がる形態を取る。石室内からは明治期の発掘時に鏡に剣型石製品、玉類、 刀、末期が出土したというが、現在では、末期の一部を残す以外は散逸している。末期には月、高月、低平、平平、亀などが認められ、これらの様相から6世紀後半頃に一人目の初相が、6世紀末頃に二人目の追相が想定される。ありがとうございます。